シニアファイルの当て紙っていうのが多分分かる。ああ、本当ですか。はい、写真撮ってみます。ああ。正面じゃないけど、からと、まだ逆に分かんなかったと思う。写真送っちゃうと、うん。ダンボールなんですね。薄いダンボールっていうの。当て紙っていうのが分かると思うんですけど、買い物代行で、使って、クリアファイル用に使っている当て紙っていうのが分かると思うんですけど、分かんない。一応、現場では、クリアファイルを使うときに、クリアファイルとエアキャップを用意して、クリアファイルになっちゃって、それで、探してみて、保管が少ないから、もともと現場の方で当てられてたんですけど、それを、できる場合には、じゃあ、お店から、来てる段ボール切った。だけど、それとも、買い物で用意してくれって言われて、こっちで用意してくれました。